金子はバラさなきゃ取るなバラス金子文化の街なのほら異文化を消したからいつの間にやらゲゲゲのゲの町あ金子だ金子だ金子男女だ神代寺城主だよお化け屋敷もいいけれど金子時光忘れるな進化は団地の遺跡発掘島屋敷陣屋を守ろうぜ駒族金子族ゲゲゲのゲの女房はいない バカにするじゃねえ子供を舐めてごまかすねセーラー服と機関銃調布はいつの間にやら暴力エロシセイゲノ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 ゲ日活ポルノの街ダズトリホールでやりなさい グリーンホールで親御さいついでに愛の掘り玉公園最優一エロ監督呼んじゃって満員御礼ありがとう役所の職員は真面目なのにかわいそうだよゲゲゲのゲの女房はいない バラさなきゃ誰がバラす染め物文化の街なのに暗い文化を消しちゃってポルノの街にされちゃったあゲゲ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 ゲ
星悪評はいつの間にやらポルノ館家作りグリーンホール満員だ。次回は日活ポルノやっちゃうんですか。やめて。それでも恐怖にはゲゲゲのゲの女房はいない。ゲゲゲゲゲゲの女役さん、あんたの好みかい。市長の家でおやりなさい、選挙カーでおやんなさい。飲酒運転ダメですよ。酒飲み運転で捕まった魚議員と票集め、恐怖の街に騙されて票を入れる。ゲノ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 女房はいない。役所の特に独身の女性はかわいそうだよ。俺は役所の職員はみんな真面目だと思ってるから20年以上も通ってるんだよ。悪い噂は聞いたことないよ。役所バカというやつがいるけど決してそうではねえよ。夜遅くまで8時9時頃まで仕事をしている若い男の子や女の子を俺は見たことがあるんだよ。俺が叩いてる悪い奴らが牛耳ってゲノゲノ興奮したのさ。市長と共に、助役と共にゲゲゲの調布。この歌の中に出てくる方は実在の方とは
一切関係ございません。フィクションです。フィクション。